ねえちょっとマリサ、最近ウクライナ東部ルハンシク州の情勢が混迷を極めているみたいなんだけど、私が見たツイートの情報だと、親ロシア派のルハンシク州の兵士たちが、戦争を拒否する声明を発表してるそうよ。前に動画でも触れた、LPR 民兵の大隊長がロシア軍の物資不足の実態を告発したことも記憶に新しいが、あれ以降もルハンシク州では兵士からの不満の声は止まらないようだな。しかも8月17日には、幼稚園に子供を迎えに行ったある男性を、ロシア兵が強制徴兵していたとかいう動画も公開されていたようだしさ。強制徴兵とかマジでどうなってんの？これマジで現代の映像なの？って感じですよ。無理やり戦いに駆り出されて、はい戦ってって言われても私じゃ絶対嫌よ。まあ普通の感覚で言えばそうなるよな。親ロシア派の地域として知られるルハンシク州でも、どうも戦争に否定的になっている人も増えてきているようだ。これはいつもお世話になっているアメリカのシンクタンク、戦略研究所 ISW の報告でも取り上げられているぜ。やっぱり嫌なんや。なんか私、ルハンシクやドンバスの人たちって、これまでもドンバス紛争とかで独立を目指してきた地域だし、基本的に親ロシア派としてロシアの軍事行動に肯定的なのかと思ってたけど、そりゃ全員がそういうわけじゃないですよね。7月4日にウクライナ軍をルハンシク州から撤退させて親ロシア派が支配するまでは良かったんでしょうけどね。人員や物資の不足、そして最近のウクライナの大攻勢に根を上げつつあるんやろか。長続きしないものやね。ということで今回は、ロシア軍反乱の火種、ね、東部ルハンシク州で兵士の犯行が激増中と題し、8月下旬から起きつつあるルハンシク州の問題について解説していこう。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、興味深い、とか思ったら、高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。では早速、最近のルハンシク州で発生している問題について見ていこう。8月23日の ISW の報告では、この問題について取り上げられている。同報告によると、ロシア軍はルハンシク州に治安部隊を配置し、パトロールを行っているとのことだ。ISW はこの原因について、同地域の民兵組織がルハンシク州の国境に近づいた今、戦闘を継続することを望まなくなってきているからだと分析しているぜ。確かに以前の LPR 民兵の告発に関する動画でも言っていたけど、ルハンシク州の人たちはあくまでルハンシクの独立のために戦っているのであって、決してロシアのために戦っているわけではない、って状況が分かってきたわよね。うむ。その目的が果たされつつある今、彼らにとってはもう戦う理由がなくなってきているようだ。ウクライナ軍はもうルハンシク州から撤退してるから、あと戦う動機としては国境を防衛するくらいかしら。しかしその一方で、ロシアはルハンシクの住民を強制的に動員することを意図しているそうなんだぜ。ひやー、やっぱ欲しいものは手に入れたんでおいとましますは許されないんすか。とはいえ強制的に動員って、もはや末期状態ですよこれー。こうした取り組みが、ルハンシクの人々のロシアに対する幻滅を悪化させた可能性が高いと同報告は述べている。まあそうよね。自分たちの意思と関係なくよくわからない特別軍事作戦とやらに巻き込まれるのは嫌だわ。兵士自身が軍事行動に否定的になってるとなると、暴動の火種になってもおかしくはなさそうね。歴史的に見ても、一部の農民の反乱から軍部にも反乱が広がって大きな革命に、なんてことは結構ある話だもんな。さて、冒頭で霊夢が述べたような強制徴兵の話だが、これはやはり兵士不足の話が原因だと思われるぜ。同報告によると、ロシア軍はロシア本国及び中央アジアで続けている志願兵の募集について、入隊とともに渡す新兵の入隊金を引き上げているそうだ。新たに結成されたサマラというロシアの志願兵部隊については、当初約束されていた20万ルーブルではなく、30万ルーブルという金額にまで跳ね上がったとのことだぜ。は？日本円にすると約68万円じゃない。ワグネルってロシアの民間軍事会社が中央アジア諸国に出してた兵士募集の求人じゃ必要数集まらなかったんか。てか、確か以前の脱走兵の動画では給与の支払いが滞ってるとか言ってたわよね。そんな状態で金額引き上げちゃって大丈夫なのかしら？まさか前線に借り出して、帰ってこなければ支払わなくていいとか思ってたりしないわよね。どうだろうな。とにかく、ロシア軍はこうした兵士不足という状況のためか、すでに軍事経験のない志願兵の部隊も準備しているようだ。ロシア連邦内のウドムルト共和国の地方軍募集センターは7月23日、イタルマス部隊の募集を発表した。
この部隊の要件にはこれまでの軍事経験は求められておらず、ウドムルトの地元の報道機関によると、部隊との軍事契約に署名したい人は誰でも地元の軍事募集センターで署名できるとのことだ。とにかく数だけでもかき集めたいって感じが伝わってくるわね。軍事経験のある人ってだけじゃもう集まらなくなってきてるんですね。また、ロシア連邦内のタタールスタン共和国では6月23日に300人以上の志願兵を募集したとされていたものの、実際に動員に至ったのは21名という人数だったとのことだ。ロシア沿海地方のアルセニエフスキー州理大隊に関しては、目標280人という募集人数に対し、集まってきたのはわずか140人。目標人数の半分にしか至っていなかったようだ。うわぁ、ガチで全然集まってないのねー。それだけ集めたい人数に対して実際の人数が足りないのねー。タタールスタンのみならず、ロシア各地で志願兵部隊の数は日増しに増えている。以前はタタールスタンやチェチェン共和国など、一部少数民族が多い地域での歩兵に終始していた印象だった。しかし、この画像を見るとロシア全土で志願兵部隊が結成され、前線に投入されていることがわかるぜ。うわ、前の脱走兵についての動画で見た7月23日から31日にかけての志願兵部隊の増え方も相当だったけど、この画像だと8月4日からもめっちゃ増えてるのね。範囲も以前よりさらに広くなってるし、これまではロシア人はあまり前線に出さず、少数民族を優先して動員してたんだっけ。民族浄化かよって思ってさすがにビビりましたよほんと。少数民族の方が、比較的貧困だからお金で集まりやすいという背景もあるようだけどな。にもかかわらずここまでロシア中に広げてるってことは、人員不足の深刻化に伴って、いよいよそんな選別もしてられないという状況になりつつあるのね。うむ、そんな逼迫したロシアの状況が伝わってくる画像だな。さらに、あろうことか ISW はツイッター上で、ウクライナの情報機関は、ルハンシク人民共和国が9月1日に総動員手続きを開始すると報告した、とまでツイートしているんだぜ。総動員？ついにやってまうんか、総力作用。まあ強制徴兵までするくらいだし、もうかつての日本のような追い込まれっぷりを感じなくもないわ。兵士不足は以前から言われていたことだけど、ついに来るところまで来てしまってる印象ね。ああ、これは驚きだ。戦争に反対していようがなんだろうが、ルハンシク州から兵士を募りたいということだろうか。思った以上に兵士の枯渇問題は深刻なのかもしれない。という状況がロシア軍から伺えてくるな。新ロシア派であるはずのルハンシク州の兵士たちでさえ、この戦いに異を唱えるのも納得の惨状だわ。本当の敵は東にいると気づかれるのも時間の問題やでこれ。このまま現場の意思を組まずに無理させ続けてたらそうなってもおかしくはないよな。お次は、そんな内部でも亀裂が入った状態のルハンシク州における動員の実態について掘り下げていくぜ。総動員手続きが開始されそうなルハンシク州だが、実は以前から強制的な徴兵が繰り返されているようだ。え？そうだったん？ウクライナの戦争の状況を伝える最も有名なメディアの一つであるザキーブ・インディペンデントは、ツイッター上でルハンシク州知事のセルヒ・ハイダイによると、ロシアの代理人はロシア占領下のドブジャンスクで430人の鉱山労働者を強制徴用したと述べている。これが8月22日のツイートだぜ。うわぁ、恐ろしや。9月1日に開始されるとかいう総動員手続きを待たずして、もう強制的に徴用しちゃってるんかい。まさかこの430人も、冒頭に話した幼稚園に子供を迎えに行った男性のように連れ去られてしまったのかしら。どうなんだろうな。強制徴用されたと言っても、その方法は全く不明だ。しかし、少なくとも戦争に肯定的とは言えない人も前線に立たされる状況になっていることがわかる事例だぜ。さらに8月24日は、日本の NHK でもこの問題について取り上げられていたことが確認されたぜ。NHK の報道によれば、ウクライナへの侵攻を続けるロシア軍が、戦闘を拒否した自国の兵士を不当に拘束し、強制的に戦場に戻そうと虐待を加えているという実態について、告発があったとの話だ。この告発を行った20代のロシア兵は、現在北方領土の国後島の部隊に配属されているものの、6月から7月にかけて、ルハンシク州での戦闘に参加していたようだぜ。やばすぎ。彼の告発の中では、彼と同じように戦闘への参加を拒否した兵士合わせて25人と共に、ルハンシク州の新ロシア派が支配するブリャンカにある施設に強制的に収容されたとのこと。彼らはワグネルの戦闘員の管理のもと、ロシア将校が一人一人に戦闘の継続を強要した、との話だ。ほんとすごい話ね。もはや絶句以外の言葉は出てこないですよほんと。
これが戦争なんか、戦闘を嫌がる兵士を集める強制収容所みたいな施設が存在するんやな。この問題はロシア国内でも大きく取り上げられているようで、ロシアの大統領の諮問機関の委員5名は、兵士の権利の侵害を訴える文書を送ったとのことだ。志願兵大隊に参加するロシア兵などはまだ多いものの、彼らの多くは敵は弱いなどとロシア側に偏った情報を得ていることが多く、お金に目がくらんで参加してしまうケースが多いようなんだ。実際に参加してみたら全然そんなことはなくて、死闘が繰り広げられているなんて知ったら、月給の数倍程度の入隊金じゃ割に合わないよってことなんですかね。最近はロシア軍が優勢だったウクライナ東部戦線も、全然優勢とは言えない状況になってますもんね。そうだな。最近は南部での攻勢が伝えられているウクライナ軍だが、実は東部のルハンシク州方面でもその攻撃が続いていることが確認されている。そういえば以前から東部も激戦区でしたね。ロシア軍の支配下にあるウクライナ東部のルハンシク州を含むドンバス地域は未だ膠着状態にあるとか、ドネツク州あたりで止まってるって印象だったけど、最近は東部でもウクライナ軍が攻勢に転じてるのかしら。ああ、クリミア半島ほどではないが、こちらもいくつか爆発を起こしてるぜ。8月21日にはルハンシク州のスロビアノセルブスクの州立地で爆発が起こり、炎上する事態が発生している。これはウクライナ軍の攻撃によるものであるとウクライナ軍部からの報告があったぜ。この破壊によって100以上の修理機器のほか、ロシア兵50人が被害に遭ったようだ。それより前の8月16日にも、ルハンシク州の主要都市リシチャンスクにあるロシア軍司令部が爆発している。この爆発によって黒煙が上がっている様子がツイッター上に投稿されているぜ。うわぁ、黒い雲が立ち上ってますね。ルハンシク州からウクライナ軍が撤退したと聞いて諦めたと思ってたけど、敵軍の司令部まで爆発させてんのね。マジで全方位にウクライナ軍攻撃開始してて、逆に心配になってしまうくらいの大反撃ですよ。さらに8月17日にも、ルハンシク州のペルボマイスクで爆発があったことが報告されている。この爆発は深夜にあった模様で、動画は投稿されているが暗くて何が起きているのかはよくわからない。ただ、ウクライナ軍の攻勢が東部にまで及んでいるということはわかるぜ。はい。ハイマースが供与されてからというもの、ヘルソン州での補給路破壊や、ここ数日のクリミア半島での空軍基地や司令部の爆破といった南部戦線における戦果が目立っていたけど、東部でもそれに匹敵しそうなほどの攻勢に転じていたのね。そうなんだぜ。ここからは想像の話になるが、ウクライナ東部戦線のロシア軍は、そうした南部のヘルソン州やクリミアでのウクライナ軍の攻撃激化の影響も受けているはずだ。実際、ロシア軍大隊が少なからず南部に移動したということは確認されている。もちろんこうなれば東部戦線のロシア軍は薄くなるぜ。このため、ウクライナ軍が東部を攻撃しやすくなるであろうことは以前の動画でも伝えた通りだ。そういえばあの動画で、ウクライナ東部にあるドネツク州のスラブヤンスクを攻略しようとしていたロシア軍が、ウクライナの攻勢が強まった南部の支援のために撤退したって言ってたわね。あの時からさらに南部でのロシア軍の旗色は悪くなってるだろうから、東部の戦力はもっと薄くなってそうだわ。うむ。そうして南部に移動させて減ったロシア兵の補填を行うべく、ロシア軍はルハンシク州での動員を計画しているのではないか、と考えられるわけだぜ。確かロシア軍が兵士不足で中央アジア諸国で戦闘員を募集しだした。ってニュースは7月27日に出てたわよね。あれから今日までで不足を解決できたとは全く思えないし、それどころか悪化してそう。その上、南部でのウクライナ軍の大攻勢、それによって薄くなった東部戦線の兵力を補うためのルハンシク州での強制徴用、総動員というわけですか。私の見立てではそんな感じだな。もちろんこの動員に反対するルハンシク州の人もいるのだろうが、ルハンシク州の独立派は協力する可能性も高いのではないかと思われる。まあこのままウクライナ軍の攻勢が続いたら、またルハンシク州はまたウクライナの傘下になっちゃうものね。ああ、それを阻止するために戦っているのがルハンシク州の独立派の兵士だ。なので、ルハンシク州からウクライナ軍を完全に退けるまでは戦うだろう。しかし問題はその先だ。そこよね。さっきも言ったけど、ルハンシク州の国境より先の戦線では彼らに戦う理由はないわよ。そうなんだよな。兵士不足を補填するため、少なからず兵士の動員は行われるのだろうが、彼らがロシア司令部の思惑通りに戦ってくれるかというと、どうもそうはならなそうだ。彼らはルハンシク独立のために戦ったとしても、ドンバスやロシアのために戦ってるわけではない。って話でしたもんね。その兵士がもしかしたら今後のロシア軍の反乱の火種になるかもしれないな。
といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。